攻撃戦だは、2010年1月に発表された、朝鮮民主主義人民共和国のプロパガンダソング。このタイトルは、現代の日本語に直訳したものであり、朝鮮の声放送では、攻撃の勢いで、の放題で紹介された。日本のインターネット上では、通称、根魚という名で広く知られている。2010年1月27日付の労働新聞に、 曲名と歌詞が掲載された。朝鮮文学芸術総同盟の参加にある朝鮮作家同盟中央委員会の作家ユン・ドゥ・軍が作詞し、当時普天保電子楽団所属の作曲家、アン・ジョン・ホが作曲、歌唱はユン・ヘヨンである。歌詞には北朝鮮の山岳である白頭山、小日報などのフレーズが含まれ、全体として勇ましいものとなっている。 北朝鮮は2010年の経済目標を達成するため人民に総攻撃戦を促した。総攻撃戦とは経済の各分野で最高の成果を上げるため総力を傾けることを人民に求める北朝鮮政府のスローガンである。この楽曲はそうした時期に北朝鮮で制作、発表されたため大韓民国の通信者である連合ニュースは当時、 北韓が2010年の経済目標達成のため、火曜まで作って普及させたことから見ると、北韓からかなりの切迫した雰囲気が感じられると報じた。オリジナルのユン平ン歌唱版、混声重唱と合唱版や、ボタンミネ楽団による演奏の軽音楽版が知られているほか、その方の理想とのカップリングによる太鼓舞踊と混声傍賞版。 広島は速度で合場大国へが発表されており、朝鮮中央放送の音楽番組では頻繁に取り上げられている。2010年に北朝鮮の労働新聞にて歌詞とタイトルが発表され、同年12月にはまだ日本での認知度が低かった YouTube からニコニコ動画にメガボルトとも呼べる動画が転載され、大きな反響を呼んだ。 2011年11月15日に、平壌の近日成競技場で開催された2014年、FIFA ワールドカップアジア3次予選の北朝鮮対日本戦では、平壌市民からなる5万人の監修が、サッカー、北朝鮮代表を応援するため試合開始前に、攻撃戦ダウンが死傷した。日本でも著名な北朝鮮の楽曲の一つであり、2014年には、通信からオケ大手、 ジョイサウンドで一時、攻撃戦団の配信が交渉中となった。また、東京、新大久保の NK、ポップイベントでも人気のある曲となっている。AB 放題は攻撃の勢いで、ありがとうございます。